ここで早口で言うとところろですよ。なんでやったんだろう、そして相方久保高松さん早口で言うとクソ野郎ですよ。早口で言うと悪口になる名前なんてないよ。いろいろありますけどね。いろいろ最近ありますね、国民的グループの解散なんかも、ね、連日やってますし、まさかねシールズが解散するとは思わなかったです。スマップね、スマップが解散する、やっぱりね森くんが抜けた穴がね痛かったでしょうね。いつまで引きずってね、残されたね香取木村中井貴一稲垣中井貴一ミキブルーの人が入っちゃってるからね、ダメだったよね。でもね解散する気持ちわからんでもないですよ本当に。あそう、だってね40近くでしょみんな、いい年してるしね、もう芸歴25年でしょ、もう M1 グランプリも出れなくなってきてるじゃないか。それは解散しますよ。若手芸人の発想で考えたらダメだ、スマップだからね。あそうスマスマなんかもねもう終わっちゃうことが決まったらしいですね。解散しても番組だけやってくんないですかね、あれね。なかなかどういう顔したらいいか分かんないね。 AD さんとかねディレクターさんとかがねこうやってね出演すればいいじゃないですか。本当にスマップ誰もできるんでしょ。いやスタッフスタッフでね、知らねえよ全然その番組でしょ。誰が見んだその番組、だったらおぼかたさんとか入れてねスタッフスタッフでね、いやスタッフタイプありますよ。オムライスとか作ってねケチャップケチャップでやらないで、もういいもういい、牛くんとカエルくんだしね、パペットマペットパペットマペットやらないじゃん。スマップスマップ全く関係ないから、ね、スマップの解散もやっぱ決めたりしましたね。高畑敦子さんと息子がね、高畑雄太さんがね、同感師匠で捕まった。これびっくりしました、今こそね、江住真紀子のマネージャーの出番でしょ。バカ息子って書いてあるよ。長嶋一茂の家によ、お前書きに行けーっつって絶対ダメ、お前は誰なんだよ。ずっと指示出してるやつは、あれもね、泊まってたホテルでね、歯ブラシを頼んで、持ってきてくれた女性を部屋に連れ込んでみたいな、ね、あれね、親の教育が悪いんですよ、あれはね、そういう人もいるのかな、親がね、泊まるときは歯ブラシ持ちなさいって言ってなかったから、そこの教育じゃない、あれは持ち忘れたんでしょうね、それがある、ないとはいろいろあるけどね、あと、復帰をね、これからどうするんだみたいな話になって、まあ、難しいけど、なんかユニットとか組んでね、復帰すればいいんじゃないですかね。三田佳子の息子と、美濃もんたの息子とユニットとか、みんなね、異性タレントで犯罪者なんですよ。二代目ゼンカールブラザーズでね。三代目ゼンソルブラザーズ。二代目ゼンカールブラザーズ。全力で押し出しちゃってんじゃん。やるわけねえだろ。それが大川工業とかでね、芸人やればいいじゃないですか、そういうのね。江頭さんとか。いや、なんかね、この間大川総裁がね、金米の高橋さんを受け入れるみたいな発言をしたらしいんですよ。制服を盗んで捕まったね、だからね、それに便乗してね、高畑裕太もね、田代正史もね、入っちゃえばいいんじゃないですかね。で、トリを組んでね、次長クラブってね、座長クラブ、次長クラブね、確かに、次長した方がいい、なんでそんな次長クラブって前に出ようとしてるんだよ。ムッシュムラ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 すんなよ、一番ムラムラしちゃいけないんだよ。変な性癖出すなよ、変な性癖出すなよ、絶対に変な性癖じゃねえよ、マジで出すのそういうのでね、いいわけねえじゃん。これを見なきゃね、よかったです。フリンピックね、オリンピック何フリンピック日本ネスター選手揃いでしたから、誰が出てるの、ベッキー、ファンキー、円楽ね、もういろんな今年はスター選手が多かった、多かったですからね、本当に争うものは何だったらしいな、恋愛自由型とかね、やったらいいじゃないですか、自由すぎて怒られてんだよ。あとは新居で内緒でペッティング、シンプル内緒すぎるやればいいわけ、あとは勘違い性交渉、段違い平行あとはやり逃げ、最低だろやり投げな、やり逃げね、やり投げ、そういうことでしょ。オリンピック、リオデジャネイロ、ブラジルね、いや、いろんなね感動的なシーンもありましたけどね、まあいろいろ覚えてたくさんあります。やっぱりね、吉田沙保里さんがね、レスリング印象的でしたね、女子の個人で初の4連覇を目指して、銀メダル取ったのにインタビューで号泣しちゃったんですよね。あれは本当に申し訳なかったと思います。日本の首相として本当に申し訳ありませんでした。少子化問題この世の中の野々村花何をやってんの、号泣銀の話です、号泣銀号泣の銀でしょこれね、号泣銀の話ね、ブラジルのオリンピックいろいろ問題もあった、いや、いっぱいありますよ、地下熱とかね、やっぱ治安が悪いとかね、一番問題だったのが建設が間に合わないんじゃないか、そう中でもね、一番心配だったのがね、日本からリオまでのこの地下を走る土管を作るのあれは実際作ってない、安倍首相が出てきた土管がなんとか間に合いました、あれはあれこそアニメでやってただろ、あれもどうかと思いましたよ、アニメ
メもね、あれがですかね、すごく評価されてる。いやいや、なんかいろんなね、世界に誇れる日本のキャラたちがいっぱい出てくるんですよね。翼とかね、サンリオのキャラとか出てる。で、安倍首相が間に合わないってマリオに変身するんですよね。ででででって、ね、うん、そしたらドラえもんがポケットから土管を出してこう入っていくっていうね。で、こっちでパーンって出てくる。ドラえもんだったらどこでもドアの方が早いだろ。こうだね、こうよりこうだね。こんにちは、やだろ、やだ、こんにちは。ブラジルってことでさ、真裏だから、そういう演出が安倍首相は良しとするわ。よかったね、本当にね、東京都知事の小池百合子ですよ、本当にね。普通にね、着物着て旗を掘って、そうそうそう、次のね、オリンピックの人がやるっていうね、何のひねりもない着物ですよ、本当に。日本だからみたいな、ね、いいんだよ、いや、そこはルイージのカマリオブラザーズになっちゃうから。あ、もうちょうど緑好きなんだろ、小池ちゃん。緑好きなんだろ。選挙の時もね、緑をチームカラーで、ね、ルイージかヨッシーのコスプレだよ。安倍首相のペテ、安倍首相のペテ、クレイジーが国だなと思わねえ。そんな金メダルヨッシーのコスプレだよ。やるわけねえだろ。そういうことやってけよ、本当に。やるわけねえよ、お前。あれがすげえ評価された、あれが評価されたから、2020年東京オリンピックの開会式もいいんじゃねえか、じゃあね、2020年もね、アニメを全面に押し出した演出をやってほしい。あ、いいじゃない、いっぱいいるんだから、日本は。総合演出とかね、宮崎駿とかにね、やってもらえばいいな、ジムだよな。だったらね、聖火とかはね、ハウルの動く城のカルシファーがね、やるやるとかね、あとは選手入場のところにね、千と千尋の神隠しのお白様が混ざって、混ざってたりね。で、公式テーマソングを紅の歌のマダムジーンがやった。マダムジーン、おー、誰だよ。3人ともピンとこねえよ。マダムジーン、トトロ出せ、トトロ。マダムジーンが歌うんだよ、トトロ呼べよ。うん、それで閉会式とかはね、その当時のね、首相がこうやってね、出てきてね、バルス破滅の言葉だ。新国立競技場、せっかく来たのにもったいない。どうもありがとうございました。